南祭ですね、勤労感謝の日でもあります。父に生理を命じられて、あ、まだ元気ですね、どの方のいうことはないですが、父の私物を整理しておりました。これでも売って、旅行できればということで、まあ私古物商の免許もありますんで、まあ鑑定ですね。でちょっと面白いものがありましたんで、こちらをご紹介します。20世紀デザイン切手、20世紀が終わった頃に発売されました切手のおまけですね。これ日曜日のあれですの初版、最初第1巻の表紙ですかね。随分ねえ垢抜けられたのかなっていう気がします。でもこれね1946年が最初のなんですよね。そこから今まで毎週連載から毎週日曜日皆さんにお顔見せている有名な方です。でこちら、でこちらがね、まあ、ノラクロって言って私の世代までぐらいかな。これね兵隊さんの話なんですよね。なかなか、今は放映しづらいって言えばしノラクロ二等兵だったと思うんですけど、彼も一世を風靡したはずです。でこちらですね、これはね、ちょっと難しいです。ハードル高いですね。昭和というより大正ですね。岡山の方だったら分かると思います。竹久夢二さんの絵の写真、絵ですね。大正ロマン。これね、すごくたおやかでいい絵だなと私は思います。次はこちら。蒸気機関車ですね、 D51。 これもね結構ファンが多かったもんですよね。これでも蒸気機関車なんですが、貨物列車がメインだったと思います。ちなみにですね、銀河鉄道39の列車ですね、 C62 だったと思います。間違えてたらごめんなさい。次はですね、こちら原爆ドーム。そうですね、20世紀を語る上において人類史上でも結構大きな意味を持つものだと思います。まあこのようにですね、郵便局さんが作られてます。20世紀デザイン切手っていうのを見つけましたんで、ちょっとご紹介させていただきました。こういう形でハガキにもなる、でプラス台座にもなるというもので、ただねこれだけしかないんですよ。それがあればもうちょっとお高い値段がつくのかなとは思うんです。でですね、こういうふうにですね、いろいろあります。17週までありますので、そうですね、皇太子ご成婚、長野オリンピック、美空ひばりさん、アンパン、鉄道部ですかね、あとガンダム、おしんもありますね、あ、金八先生もありますね、泳げたやつ、宇宙戦艦ヤマト、ベルサイユのバラ、大長島、高松塚古墳なんかもこのようにあります。あ、ウルトラマン、バルタン星人、まあ、太陽の塔ですね。非常に面白い、切手集なんで、第1週からまた考察を交えてまたご紹介できればと思います。このね絵はがきが
全種類あればよかったんですけど、おそらく全種類作られてないんですね。残念です。ということで、本日私はもう、新米をいただきまして、以上新滑祭らしいことをやらせていただきました。もしこの動画がよろしければ、高評価拡散をお願いします。それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。以上新町 TV 土井がお送りしました。